プラン q フロムアウタースペースはカルト映画の一つである。カルト映画、またはカルトフィルム、カルトムービーは熱心な映画ファンや映画評論家に支持されているあまり有名ではない映画のことである。なお、一部有名な映画が含まれることもある。ジャンルやテーマによる分類方法ではなく、その作品が特定の観客にどのように受け入れられているか、 という現象面によって分類されるべき映画である。厳密な分類は期待できず、時代や社会の変化によってカルトムービーの定義も変化する。ある映画がカルト映画として成立していく条件は、特定の観客や映画評論家がその映画をどう受け止めるかにかかっている。映画評論家のハリー・ポタムキンは、チャーリー・チャップリンの喜劇映画もカルトムービーの中に含んでいる。 例えば、1975年制作のイギリス映画、ロッキーホラーショーは、公開当時は商業的大失敗に終わったが、翌年のニューヨークでの深夜上映会を皮切りに、パーティーのような気分で劇場に通い詰める観客が急増していき、アメリカではある種の社会現象のようになっていった。この映画を最初のカルト映画として推す声はアメリカでは多い。しかし、 日本では同作をカルト映画とする声は多くはない。それ以前の作品で現在カルト映画と認められているものは後世の評価としてカルト映画と認識された作品ということになる。また、1970年代以降ミッドナイトムービーと呼ばれて深夜上映されたアート系映画とグラインドハウス映画と呼ばれる老朽した。 映画館で2本立て、3本立てで上映されたエクスプロテーション系の B 級映画の2つがアメリカにおけるカルト映画の大きな潮流となっている。時にはカルトの帝王と呼ばれる場合もある映画監督を一家に礼事する。ありがとうございます。